夜食食べるの？彼女目線邪魔しいな、やかましいな、邪魔やなこれ。一番邪魔なの。コーポラが一番邪魔だ。当たり前の前科なんだから。取るゲーム。ドン。じゃーん。14番。二つ左の人の可愛いところを教えて。ってことは。私やばい。私だ。嬉しい。あ、すげえ。うぜえ。ねえよ。なんもねえよ、可愛いところ。ヨガの彼女ちょっと。左。え？左隣の人は秘密を教えて。また私嬉しいんですけど。秘密？秘密なんてない。秘密？揺れてる揺れてる心が。秘密？俺ん家の前で2人で語ってた時にめちゃくちゃ大泣きで抱きついてきた。何それ、何それ。内容は秘密で。はい、どうぞ。大丈夫それ。お前それで動揺して倒すなよ。動揺して倒さんといて。懐かしいな、じゃない。おい、なんだこれ。30番。え、結構飛んだ。最近買ったものでお気に入りは。最近買ったものでお気に入りは、結構最近いろいろ買ってない。あります、鏡の鏡クリーナー。なんか反応薄かった。鏡かと思ったら。え、それはどういう鏡の、汚れとかを。あ、水垢とか。そう、マイクロ粒子みたいな。いや、全くですね。鏡って汚れやすいじゃないですか。確かにね。ああいうの見てたらすごい嫌になるじゃないですか。最近そういうのをちゃんとこう、あと画面とかね、画面とかこう指紋とかいっぱいついたやつとか綺麗にこう拭けるクリーナーを買ったことです。よいしょ。が、アマゾンで買いました。密林のね、密林の通販サイト、はい、密林の通販サイトで買いました。あ、真ん中行っちゃうタイプね。あ、真ん中の方がちょっと長く続くかなって。ああ、そう、ちょっとせっかくやし。それいらねえな、それより。それよりいらねえな。おかみ1番。いや、集中させて、ごめん、集中させて、ごめんね、集中させてくれ。どでかワンちゃん。LINE の友達は少なさ。うるせえ。やめろよ、お前。プラスのこと誰が言ってる。なんでマイナスのバッグです。もしも、電車で隣の人のスマホから音楽が流れていたら、どうする。どうする、どうする。携帯持つ。いや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 。もうすごい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 。すごいやん。おらおらおら。俺のカチカチ上げてくれましたよ。すいません。気をつけてください。いらないよ。最初のいらない。最後のセリフすごい嫌だ。気をつけてくださいね。もう嫌なやつ。嫌な。怖いな。嫌な人本当。ちょっと電車トラウマなんだよ。まあわかんねえけど。たまにでもたまにいるよね。間違って流してる。確かに。いるいる。俺出会ったことある。ライトついてる。ああ。ライトとかある。ライトとか。ライトでどうする。教えた。ちゃんと。ライトついて大丈夫ですか。手ぐらい。意外。え、当たり前。手だからどこで何を取って。その手取る。邪魔やな、それ。邪魔だな、お前。意欲検査じゃねえか。むっちゃ頭見えなかったぞ、今、お前。なあ。最近ハマっていることは、エーペックス。ゲーム。ゲームでございます。エーペックス、FPS ゲームで今大人気の。日本で世界で。はい。もう暇さえあればずっと、もう生活と一緒、呼吸と一緒ですね。アルプスも同じぐらいやってます。じゃあ俺、焼肉のタレは甘口派なんだよな。そうそうそう。知らない。いや、お前答えたらダメだよ。引いている人じゃないんだよ。今フォーカス当たってない。ちょっとごめん、カメラ止めると。ちょっとダメだって答えた。いや、カメラ止めると。カメラ止めると。間違いない。リーダーとしてあるから。まずい。まあカメラはもう大丈夫。これだけ。ごめん、高橋、ここから切り替えて、ここから切り替えて。全然大丈夫。え、なんだっけ。いや、誰も聞いてねえ。誰も聞いてねえ。串カツがなんだっけ。違う。4個前ぐらいです。APEX やってる。違う、1個前。それ1個前。40インチ買ったんだっけ。俺、だいぶ前。はいよ、マジで。これ無理です。無理です。ああ。ちょっと来い。ちょっとこれ気分。マジで言ってる。あ、いける。いや、いけるよ、これ。いけると思う。もういいよ。スッと取ればいける。やめてくれよ。いけちゃったよ、これ。いけんねか。よっしゃ。20番。メンバーで一番かわいらしい人は。かわいらしい。はい、今日この人、言わってんでしょ。なんでよ。I'm okay. I'm fine. Kinchana, Kinchana, ding, 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 ding.
ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. お前今ぶつかったろよ、お前コツンじゃねえよ、お前おい、揺らすんじゃねえよ、お前やめろよ。いや俺は何も触れてない。たかし、たかし一番触れてない。おい一番距離あるの。はい、なんで言ったこっちじゃない。こっちこっちや、違うのよ。おいおいおい、めっちゃ出てる。お前なんでやったのよ、お前なんでやったの。量だからだよ、一方その頃じゃねえの。5番、王者だけに5番。あなたは周囲からどんな性格だと言われる。それを自分で言わなきゃいけない。本当だよ、罰ゲームだ。あなたは罰ゲームだ。どんな性格って言われる。どっちに言われるかな。周囲からどんな性格だ。妖怪、妖怪、妖怪じゃない。妖怪が妖怪なの。結構いいなんですよ。妖怪という気分。ジェンガ。やめてくれ。あんま知らないあなたの意外な性格を教えて。まあ、結構いいなと人で歌ったり踊ったりしてます。かわいい。知らなかった。かわいい。結構。家でまず超ガチ妖怪。室内で妖怪。家でガチ妖怪。すごいぞ。矛盾じゃん。で結構あの本当歌ったりとか、割と独り言言うタイプ。あ、そうなんだ。へえ。可愛いとこあるでしょ。いや、自分で言うな。2つ、左の人の可愛いところを教えて。やったやったね。やったじゃん。ちょっとコミじゃん。はい、やった。これか。ああ、そういうことも感じた。そうだね。あ、カイもね、意外とね、話したいと思ってとか、これ話そうと思ってた時は、しれーっと近くにいますね。しれーっと言ってる。はい。この前のインタビューの時に、歌詞の振り付けや、カイもっていうか、紙面をご覧ください。いつの間にかこう、いるパーソナルスペース。俺めっちゃ近づいてるじゃん。もうここじゃねえ。いつの間にか、気づかない。バレットにアリーナツアー。